い、俺もジロに連れてってタケチャンネルへようこそということで、はい、いきなりのね、ハロー出ましたね。いつもはね、ライブの後はね、ジロー系ラーメンという流れなんですけど、今回はね、ちょっと連れがいて、まああんまり GK が好きじゃないということでね、ラーメン食べずにね、帰ってきたんですけど、やっぱね、ライブの締めはラーメンじゃないとということでね、まあこちらをね、買ってきました。家系ラーメン大戸屋、豚骨醤油カップラーメンですね。はい、特製チー油付きということでね、はい、スル君とね、清水社長の黄金タッグですよ。はい、これはね、もう売れるでしょう。というわけでね、今回はこちらをね、ご紹介ということなんですけど、まあ早速作っていきたいと思いますね。蓋を開けただけでね、もうこれ豚骨臭がかなりね、きますよ。もうお湯を入れたらね、まあそのまま蓋をして5分ね、ちょっと長いですねこれね。チー油はね、蓋の上でね、温めますと。で、待ってる間にね、ミニトマトなんかね、こうやってつまんだりとかして、まあ、これさえ食べとけばね、何食ってもね、健康じゃないかななんてね。はい、ということで5分経ちました。やっぱりかなりのね、これ豚骨臭ですね。このオフィスとかではね、まあ厳禁ですよ。はい、スルクン印のね、これチー油を回し入れてね、チー油付きはね、なかなかないんで、これ嬉しいですね。最近はね、チー油もなんか不足してるらしくてね、はい、よくかき混ぜますね。はい、麺はね、このように平打ちで、普通のカップラーメンの麺よりね、かなり太いですね、これね。はい、まずはね、気になるスープからなんですけど、かなりね、濃いですね。ラーメン単体だけではね、結構きつい、そんな感じですよ。まあ野球中継見ながら食べてますのでね、なんか言ってますが、気にしないでください。はい、麺はね、もっちもちでツルツルとね、すすりやすいですね。はい、かなりね、麺がいいですね。カップ麺としてはね、検討してるなって思いますね。ただ何かね、助けが欲しい、そんな味ですよ。というわけで、こんなものをね、用意しました。自分特製もやし目玉焼き丼っていうのをね、作りまして、はい、白飯にね、合うと、まあ書いてありましたけど、まあこの濃さはね、やっぱりね、やっぱりご飯、おにぎりとか一緒に買えと、ね、商売上手なところをね、見せておりますね。ゴールデンウィークはね、ジローが休みのところも多いし、人もね、やっぱり多いしでね、なかなかラーメン店にね、行かない、そんなことが多いんですけど、ただね、毎年何らかのライブは見に行くんですよ。今年はね、ストリートスライダーズを見に行きましたけどね。日本中からスライダーズファンがね、武道館に集結しまして、この時をね、この日を待ち望んでいた感がね、ビンビンにね、伝わりましたね。そして帰りにね、コンビニ寄ってこちらのラーメンで、まあ、締めようと。まあ、そういうことなんですけど、スープの濃さはね、スル君のこれ、アドバイスらしいですね。すでにね、もういろいろ意見が出てるんですけど、賛否両論あるのね、これはもう当たり前なんですけどね。もちろんね、お店と同じわけがないですよ。はい。こういうのはね、イメージ的なものでね、いいんじゃないかなって思うんですよね。ただカップ麺としては、かなりね、美味しいと思いますよ。はい。野球見ながらね、テレビに向かって叫んでますけど、これがね、私のまあ楽しみなんでね、はい。気軽にね、こんな感じで食べればいいんじゃないですかね。はい。で、これをね、用意しましたね。まあ、味付け海苔ね。はい。家にあったんで、これをね、やっぱり家系ということで、これをしたくなりますよね。ただね、まあ、こんなヘロヘロな焼き海苔しかなくて、もっと立派なやつが良かったんですけど、まあ、最高ですよ。はい。ご飯のね、おかずとしてね、これは、やっぱり食べた方がいい感じが、やっぱりしますね。はい。うるさくて、すいません。気にしないでください。もうね、ホークスが全然打てないんですよ。この日はね、ライブ見た日じゃないんですけどね。さすがにね、帰りはね、深夜だったのでね。これは、控えました。はい。それにしてもね、はい、文句が止まらないですね。ちなみにね、部屋に一人ですけど何か。はい。うん。休みのね、正しい過ごし方ですよ。はい。と言い聞かせております。販売はね、日清食品さんなんですけど、普通のね、まあ、通常のカップラーメンとはね、やっぱり正反対ですね。映像がね、これ、前後しておりますけどね。もやしがね、ちょっとすごく良かったんですよ。
あの清水社長もねちょっと気づいてないと思うんですけど、これねもやしがすごく合いますね。まあ、茹でるか焼くかね、私はねこれ焼いたんですけど、これ焼いた方がねいいと思いますね。茹でるとちょっとまあ、水分がね出ちゃって、で何も味付けしないでもやしをねスープにこうやってつけて、これ今はね目玉焼きなんですけど、ご飯にのせるのもねまあありだと思いますね。はい、まあこんなことねやっておりますけどね、いろいろねやっぱアレンジするのがまあこういうのはもういいと思いますね。はい、自分はねあのご飯を一緒に食べないとねやっぱり物足りないんですよね。でこの時のご飯はねあのレンジであのチンするやつありますよね、あれがね一番合うなと思うんですよ。あの結構固めがね感じだから、あの固めがいいんですよね。はい、これでねもういつもう最後の締めということで、いつもの通りねスープ入れて一味をねプラスして、俺流特製雑炊っていうね、もうこれしかね本当に勝たんですよ。そんな言い方してますけどね、さらにねスープもこうやってもう追いスープにして、もうこれねロックンロールですよね。これがオイラのゴールデンウィークだぜなんつってね、何かはい、ごちそうさまでした。はい、黒ウーロン茶もね忘れずにまあ摂取しまして、はい、この動画がね面白いなと思った方はいいねボタンとよろしければねチャンネル登録をねお願いいたします。では今回はこの辺でさよなら。